石破茂内閣総理大臣の所信表明演説、先日まで言っていたことをほとんど翻したような内容の演説となりました。今後注意したいことなど自分なりに考えたことをお話したいと思います。参議院議員の浜田聡でございます。今回も動画を見ていただきましてありがとうございました。ただいま令和6年の10月6日日曜日、時間が0時48分でございます。はい、見事にですね、まあ、石破カラーが消えたと言ってもいいようなですね、先日の国会、参議院でのね、あの、所信表明演説でありました。まあ、国会はね、あの、衆議院、参議院2つありますので、まあ、このね、あの、所信表明演説、石破さんね、あの、まあ、衆議院でも参議院でも同じことをですね、まあ、話すという、まあ、少しね、ちょっとその点は無駄があるのかなという気は、まあ、しないでもありませんが、まあ、それはさておきですね。はい、まあ、石破さんといえばですね、まあ、先日ね、あの、総裁選、今日ですね。まあ、ギリギリ、勝ったと。まあ、ギリギリでもないのかな。まあ、とりあえずね、あの、まあ、予想に反してね、市場の予想に反して勝ったということでですね、まあ、総裁選勝った直後、いきなりですね、あの、まあ、円高にすごく触れて、しかもですね、株式の先物市場の方はですね、まあ、日経の先物などはですね、まあ、軒並み下落と、すごい下落していたと、そういうことで、まあ、石破ショックとですね、まあ、称されたわけでございます。まあ、石破さんね、あの、まあ、多分おそらくそういうのをですね、すごく気にされてたと、まあ、思うんですが、まあ、そういうのを気にされたのか、まあ、いろんなね、あの、まあ、周りのね、あの方も、まあ、石破さんにはね、あの、まあ、いろいろとアドバイスをされているんだと思いますが、そういう意見をですね、まあ、側近の方がね、まあ、しっかりしてるんじゃないかなと思うんですけれど、まあ、あの、まあ、演説内容はですね、これまでの石破カラーが、まあ、なくなったというような感じでございます。で、まあ、それだけにですね、ちょっと、個人的には、ね、不気味なところがあって、というのもですね、やっぱり、まあもちろん総理大臣になったからって言ってね、あの、思ってることをですね、まあ何でも好き勝手できるわけでは、まあないわけなんですけれど、まあただね、ここぞという時にですね、まあ権力行使して、まあ一点突破みたいな形でね、これだけはやるみたいなことはね、あの、できる可能性はね、まああるわけですよ。まあ他のね、ことに関しては、あの、皆さんの声を聞いて、で、これだけは優先度を高く持って、ね、あの、これは突き進めるみたいなね、そういうのがあって、まあそれがですね、やっぱりね、あの、北朝鮮に、なんか連絡状を置くとか、まあそういうのになったり、アジア版NATOとかなり出すとちょっとね、あの、困ったもんだなとは思いますね。まあとにかく、まあ北朝鮮との関係については、まあ少しね、あの、心配なところは、まああるかとは思います。まあまあなんだかんだでね、あの、まあ石破さんのね、所信表明演説。まあ、かなり石破から抑えられたということで。まあ、ちょっとね、石破さんには失礼なのかもしれませんが、なぜそういうことになったのかというと、まあ、自分の推測の一つとしてはですよ。一つとしてはね、まあ、石破さん、まあ、総理になることがね、あの、まあ、まず目的、第一目的だったので、とりあえずなってしまったら、あとはまあ、とりあえず、まあ、すぐね、あの、退陣とかさせられると格好悪いから、まあ、あの、一気、通してぐらいはね、3年ぐらいは、まあ、やりたいんじゃないかなということで、まあ、それでね、あの、まあ、他の自分のね、石破から抑えたんじゃないかなという気は、まあ、します。で、まあ、石破さんもね、あの、総裁選時とか、アジア版などとかですね、まあ、朝鮮に、北朝鮮に連絡状況とか、まあ、言われてましたけど、まあ、それが、それを言ってたから石破さんに投票したって人ほとんどいないと思うんですよね。まあその証拠にですね、まあその証拠にというかね、あの、本会議私もまあ出てて聞いてたんですけど、なんか石破さんの政策に対して怒る人が、なんか、まあまあもちろんやじはね、すごいんですけれど、そのね、まあ、石破さんのね、政策に対して、まあ、ほとんどなんか岸田さんの演説みたいな、そんな感じだったんですけれど、まあそれに対して、内容に対してなんか怒ってる人って、なんかあんまりいなかったようなね、その言ってることと全然違うじゃないかみたいなやじっていうのはね、ほとんどなかったかなと思います。まあ衆議院の方はちょっとあったみたいですけどね、はい。ということで、まあとりあえずね、あの、まあ石破さん、少し不気味なね、感じはするということでございます。ちょっと一応私、ツイッターの方にね、あの、石破さんのね、あの、所信表明演説を少し、まあ、まとめましたので、ということで、ちょっと注目点ですね。まず、あの、経済のパイを拡大するというね、文言があったんですよね。ということで、まあ、経済のパイを拡大するっていうのは、まあ、まあ、ぜひやってほしいと思います。で、そのためには、私はね、やっぱりね、あの、ね、国民の自由をね、あの、もっと増やしたい。まあまあ、具体的にはもう税金を、
をね、少なくして規制をね、どんどん、緩和してほしいとは思っているんですけれど、まあなかなかね、そのような発想はなんかなかったような気もするけど、まあとりあえず経済のパイをね、拡大するって言ってたので、まあそれのためにはどうすればいいかっていうのをね、もう、まあちょっと考えてほしいなと思います。はい。で、あとですね、データに基づき財政支出を見直すとか、まあそういうこともね、言われてるんですけど、うん、多分ね、まあちょっとなんか難しいんじゃないかなと思いますけどね。はい。まあまあ、それやれるならね、まあぜひやってほしいとは思っております。で、あとね、防災省って言ってたんですけど、とりあえず防災庁になりましたね。はい。まあこの件に関しては省から庁にね、まあ格下げみたいな感じですかね。まあ庁なら、個人的にはいいのかな。省になっちゃうとですね、かなりでかくすぎるので、いかがなもんかなと思いますけどね。はい。ということで、まあ、隣で山本太郎さんがですね、格下げやないか、防災省言うてたやろ、とかいうね、やじを飛ばしてましたけどね。はい。まあ、そこは、なんか、ちょっと笑ってしまいましたね。はい。で、あとですね、原発の利活用を進めるとか言われてて、原発ゼロはね、なんか撤回されたのかなっていう感じしますね。あとですね、ちょっと待って、ずれましたね。ちょっと待ってください。金融資産課税っていうのはね、もうなかったですし、あとはデフレ脱却を徹底的にとか、まあそういうこと言われたんで、まあ利上げ、ということはもう利上げをするようなことはないのかなという、あと、はい。で、あとね、少子化の原因分析をするって、まあ言われてて、まあこれはね、しっかりやってほしいですね。野党の方はもうやじ飛ばしてましたけれど、まあ今のね、今になって、何を言うとんねんっていう、まあやじでしたけど、まあしっかりやった方がいいと思いますね。まあこの機会にですね。まあ少子化のね、原因分析については、私の知ってるところではね、会計検査院がね、結構その、やつを出してるんですね。やっぱり、まあ、お金関係が、まあ、ね、多いんじゃないかなと思いますけども、私もね、その、ね、論文を目を通してですね、まあ、去年、一昨年か、あれ、カナダに行った時にですね、まあ、その、ね、まあ、カナダでね、話し合った時には、もう、その内容をね、伝えたんですけど、はい。まあ、とにかく会計検査院がね、少子化の原因分析、まあ、私はそれがしっかりしたところかなと思いますけどね、まあ、お金関係だったと思います。ちょっとすいません、まあ、しっかりとここではね、もう一度また確認してみたいと思いますけど、あとですね、今の時代にあった社会保障とか言われてるんですけど、うん、何それって感じなんで、ちょっともうちょっとね、そこは、ね、具体的なところが気になるところですね。まあ、あとね、地方創生の交付金、当初予算ベース倍増とか言われてて、まあ、ここはね、ちょっとやっぱりね、ばらまきっぽいなっていう感じで、まあ、地方、まあ、石破さんはどちらかというとね、地方を重視されてる。ね、都市部より地方を重視されている方なんで、まあ、強いて言えばここは石破からっぽいなと思いますね。はい。で、アジア版などは、まあ、出てこなかったということでございます。はい。まあ、とりあえずそんな感じですかね。あとね、玉木雄一郎さんもですね、まあ、結構鋭い指摘をされてたので、ちょっと紹介したいと思います。はい。石破総理の所信表明演説聞きましたが、石破カラーがなくなり、完全に脱色されていました。あれほど主張していたアバンなども地域協定見直しも、平壌と東京に連絡事務所を作る話も、一言も言及がありませんでした。自民党を変える前に石破さんの方がどんどん変わっています。代表質問で確認します。とのことでございます。で、あとですね、まあ、個別に少しね、さらに、分析されておられます。石破総理の所信表明から読み取れたのは、低所得者世帯への給付金、約4分の3が高齢者。はい。地方創生交付金を倍増。防災減災国土強靭化、石油元売り会社への補助。結局、丸1高齢者、丸2地方、丸3業者に税金を回して選挙を有利に運ぶという従来型の自民党手法。それに加えて、裏金議員は原則公認。何も変わりませんね。国民民主党は働く者、現役世代、生活者、納税者の立場に立った政策を打ち出しています。その柱が手取りを増やす経済政策です。応援よろしくお願いします。とのことでしたね。はい。まあ、さすがね、玉木雄一郎さん、分析もね、鋭いなと、思いました。はい。ということでですね、まあ、何度も言いますが、私はですね、まあ、他は、石破さんね、多くのことを政策は妥協してですね、あとは、内に秘めた、
ね、これだけはやるぞというようなことをですね、まあ、やる際に、それがですね、国益を害するものでないことをですね、まあ願いますね。まあ具体的にはね、北朝鮮関係、そして増税ですよね。はい。ということで。で、とりあえずね、今回の選挙、まあ、とりあえず衆議院選挙はね、まあ、近く控えているので、まあ、選挙前に増税するとか、まあ、そういうことは言わないと思います。で、本当の正念場は来年の参議院選挙の後だと思います。増税するのであれば、まあ、その時に、まあ、されると思いますので、まあ、その時にですね、まあ、それまでに、まあ、今のね、政権の支持率がですね、結構高く維持するようならですね、増税の道が、ちょっと、増税されてしまうような時に なってくるんじゃないかなと思いますね。まあ、増税ね。まあ、いろんな考え方あると思いますけど、私はやるべきではないと思いますよ。結局、ね、すごい無駄遣いと言いますか、結局、ね、配るとそうなっちゃいますからね。はい。ということで、まあ、とりあえず、そんな感じでございます。今ですね、ちょっと福岡、博多の方に、まあ、来ておりまして、まあ、ちょっとね、まあ、せっかくなんで、まあ、まあ、一応国会ね、開会中なんですけれど、一応ね、月曜日まで、ちょっと時間は、月曜日はね、国会で用事がありませんので、まあ、ちょっとね、時間が空いておりますので、少し、ちょっと遠くに来てみましたということでございます。ちょっと、まあ、行きたいところがね、まあありますので、どうしても行きたいところがありましたので、ちょっとそこはね、まあ行ってみて、まあ行ってみてから、ちょっとご報告をしようと思います。はい、ということで、今回、まあ今回はですね、まあ石破茂さんの、まあ所信表明演説のお話でございました。ということで、今日の内容面白い、興味深いと思ったら、ぜひ、高評価、そしてチャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら、共有ボタンで拡散の方よろしくお願いします。はい、NHK に受信料を払わない国民を増やすことで NHK をぶっ壊す。はい、どうもありがとうございました。